バックルームズとは、ゲームでいうところの壁抜けバグを現実で行った際に到達する裏世界。そこは未知の存在や異常物品が点々としており、一度入ると二度と出られない広大な異常空間が何層にも存在する。この動画シリーズは、そんなバックルームズの謎をマイクラで解き明かすシリーズである。こんにちは、ゴッドコータンと申します。今回はバックルームズのとあるワールドに来ているんだけれども、見ての通り普段のバックルームズのマインクラフトのハイフワールドって感じの場所じゃないよね。そう、ここは実はとあるサーバーなんです。でもサーバーといってもバニラのサーバーじゃなくてね、これなんといろんなモッドが入ってるんですよ。そう、バックルームズのモッドがね、バックルームズのモッドを使ったハイフワールドやっていきたいと思います。サーバーか、これがおめえが最後に目にする外の景色だ的なことが書いてあるんだよな。見ておこう。あ、湿地バイオムだ。わあ、沼地だ。綺麗なお花だ。こんな感じかな。オッケー、もう目に焼き付けた。さっさと行こうぜ。ノークリップしちゃいましょう。レベルゼロ。なにこんにちは。あら、ぶっ壊されとるが、なに、ぶっ壊されとるが、どうしたん、レベルゼロ。こんなに壊されてたって、レベルゼロって。マジか、崩壊したレベルゼロって感じだな。あー、なるほど。そうだよな。僕以外の人間もバックルームズに遊びに来ちゃってるっていうか、サーバーだから、それは仕方がない話だよな。じゃあ、別にこれ壊されててもいいのか。もうちょっと遠くまで行こうかな。これ、こっ近く行ったらブロックとか壊せないだろうしさ。これ壊せる？これ壊せそう。あ、壊せそう。行くよ。壊します。ごめん。壊しちゃった。シェーダーパックを入れて雰囲気をそこそこ良くした。一応音量もマックスに上げていこう。せっかくのバックルームズのモッドだからね。一応現在やっているシリーズであるクリエイティブ禁止サバイバルの方でもバックルームズモッドって同じのは入れているんだけどさ。このサーバーはすでに人が探索しているっていう点では違うよな。それにバックルームズモッドのサバイバルの方はサバイバルで到達するのがかなり難しいというか、結構限定的なねやり方じゃないとノークリップすることができないから、まあテストの予習的な、そういう意味合いも込めてね、このモッドやっていきたいと思いますね。ちなみにこのレベル0のバックルームズのハイフワールドは、昔クンさんの50人クラフトの動画でも一度触ったことがあるんですよね。僕がクンさんにこのモッドどうすかっつって提案したのがきっかけで、お、見えました。これがレベル0から次のレベルに行くためのエレベーターです。いった。雑やな。このエレベーターを、乗り換える。このエレベーターを乗ることによって別のレベルに行くことができるんだけど、これ、やめろよな。ん？なんだ？くっそ、もう少しレベル0の中満喫したかったな。レベル1ってさ、生存可能領域っていうんだっけ？駐車場の場所。ああ！やめてもう、まあ、押し込まれた。本当にやめてほしいわ。このモッド、音響もかなり凝ってるんですよね。だから、本当やめてほしい。あ、でもほら、物が壊れてるからさ、あ、人がいたんだっていう安心感は少なからずあるよな。よかった、ここがサーバーで。マルチプレイのサーバーでよかったわ。人がぶっ壊しているところを進んでいったら、きっとエレベーターの位置わかるんじゃないかなって思いましてね。このバックルームズはエレベーターを使うことによって別のレベルへとノークリップすることができるっていうタイプのバックルームズなんですよ。だから、エレベーターを探そうか。ここ直進ってことは絶対あるだろう。なかった。ぶっちゃけさ、バックルームズとかさ、僕、何年やってると思ってんのよね。半年以上やってんだぞ。58本も動画投稿してんだぞ。バックルームズ擦りまくってるんだぞ。そんな僕が今更バックルームズごときにビビり散らかすわけがないでしょうが。ねえ。一瞬だけカテルームズやろうかなって思ったけど、でもカテルームズのトラウマがちょっと僕拭いきれてないからさ、カテルームズのいくら進んでも全く進展しない、何時間撮影しても何も起こらないみたいな、ずっと無限に続く真っ黄色の空間でちょっとトラウマを起こしちゃって未だにちょっと無理だわ。だからこういうね、別々の新しいバックルームズのハイフワールドに触れてそのトラウマを克服しようとしてるんだけど、ちょっとこのワールドじゃ無理そうだな。せめて人がいたらな。あとこれ何？
モアブロックス、ユーズなんたらかんたら、左クリックでコントロールすることができるって書いてるな。でもこれ剣のように見えたりシャベルのように見えるけれども、実際剣でもシャベルでもなんでもないんだよな。それとお腹が空きました。食べ物が欲しいです。バックルームズ内で餓死しろって言うんですか？一体僕の魂はどこへと行くというのですか？こんな場所で死んでしまったのならば、僕の魂は一体どこへと行くのでしょうか？あ！お！やった！行ってきます。エレベーター、いた。雑やな。この間何やってんの？ブロックとか壊せるか。いた。あら？あらら？作業台だ。あらって言いたい。ちょっともらうわ。なんか音鳴ってんだけど。なんか音聞こえないわ。ジョロジョロジョロって今、音が聞こえたんだよね。みんなには聞こえてないと思う。え？なにこれ。待って、めっちゃトラ鳥肌が。やめろ。何も出ないんだったら、音出すなよ。そんな、ようわからん。変な、びっくり予想出しやがってよ。ハロー。なんかいるな。あれが、エンティティか？さっきまでのキモい音の正体。こんにちは。元気？ゴッドコータンって言います。どうも、バックルームズのね、第一人者というか、まあ、おう。マインクラフトのバックルームズをよく遊んでおっと。3体だな。これ逃げれる人いる？あ、走れない、あ、でもあいつ足、遅、あはは、ばっかで、足おっそ、お前。どうしたん？話聞こか？どうしてこんなに僕足遅く生まれちゃったんだろうってか？腕と足だけが長く育って筋肉はまともいっと。傷つけない方がいいな。ああ、夕広がりは、ちょっと怒らせたら、手取り返しがつかないくらいに切れ散らかして、普通に彫刻刀とかで切りつけてくるタイプだからな。危ない危ない。やっぱ感情のコントロールってのは、できる人に限るよ。あ、明るい。明るいところに行ったらきっと何かあるはずだ。ここはレベル2、パイプドリームと呼ばれる、パイプがうんぬんかんぬんなめっちゃやばいレベルなんだけど、でも、このモッドのパイプドリームって、パイプって感じじゃなくて、どっちかっていうと、通路って感じがして、それにパイプってやつがなかなか伸びてこないから、パイプドリームの醍醐味ってのがなかなか感じることができないよね。そこがこのバックルームズのモッドの弱点というか、なんというか、いやはや、ん？誰？レベル2にこんなんいたっけ？やっほー。こっち向けるかな？あ、フェイスリングだ、フェイスリング。あ、剣で突っつく競技じゃないぞ。フェイスリングっていう顔がないのっぺらぼうのエンティティさんだね。友好的なんだよ、大人は。ただ、子供は敵対的。だから、ま、こいつは大丈夫。傷つけたりしない限り、相手からもやってこないからな。よかった。一見、ただの細い、干からびかけてる屍のようにしか見えないけど、相手が何もやってこないんだったら、学校の陽気よりは全然安全だよな。周り、今まで来たさ、放浪者さんの残骸というか、その袋、ブロックとかを壊した跡とかが見つからないからさ、だんだん怖くなってきたな。どうしよう。なんか次回からしれっと別のサーバー遊んでたりしていいかな。このモッドとかさ、あくまであれではサバイバルの方で、遊べるモッドの、先取りというか、まあ、先にちょっとだけ遊んで予習しようね的なノリというか、なんていうか。だから別にそんながっつり遊ぶわけで撮影したわけじゃないからさ。そんななんか、まあ、いろんなレベルがあることは確かだよ。ただそのいろんなレベルにわざわざね、探索するほどかなーっていうと別にそうでもないかなーって思ったりして。だから別にね、次回から全然カケルームズとかやろうかなとかでも全然いいんだけど、まあカケルームズはもうすでにほとんど全てのレベルを網羅しちゃってるからさ、今更僕がカケルームズはそんなところで運がない限り別のレベルにノークリップして新しいところを探索するとかそういうことができないからさ、なかなか面白みがないんじゃないかなって思って結構延期しちゃってるんだけど、何ですかあなた。あーごめん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 、痛い。ゴッドコータンワズ、スレインバイスキンスティーラー。エンティティナンバー10、スキンスティーラー。
放浪者の皮膚を用いることによって放浪者に変装することができるエンティティ。普段はレベル内を徘徊しているが、この時出会ったとしても指摘しなければ襲われる心配はない。しかしスティーラーが空腹の時になると人間を探し出して捕食する。話すことはできるが人の言葉を理解しているわけではないので注意。オウムみたいな感じかな。バカだけど力はクソ強い。血が透明なので、もしも仲間に変装したスティーラーがいるって分かっても、血液をチュチュってやったら、透明だったら、あ、お前か、スティーラーはってできる。要は、人の皮を剥いで自分の肉にくっつけるタイプのきっしょい趣味持ったエンティティですね。あ、ただいま。ほう、よかった。やっぱ現実世界に限るよな。こういうところってすこぶる安心するわ。ってことで、今回はここまで。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バックルームズモッドについてほんのちょっとだけ触れてみましたが、いかがだったでしょうか。次回からこのモッドで遊んでほしいか、それともカテルームズもう一回やってほしいか、それとも何か別のバックルームズ系のモッドがあったら、モッドとかハイフワールドがあったら、コメント欄でじゃんじゃん教えてほしいんだけれどもな。まあ、何が言いたいかっていうと、そのバックルームズのネタがだんだん尽きていっちゃってさ、ハイフワールドがもうほとんどなくてさ、だからサバイバルの方が、そこら辺はコメント欄でちょっとなんかあったら教えてください。ということで、チェックチェックチェック。